熊本 KDS グループから参りました猿渡と申します。私はですね、グループ内にあります、熊本ドライビングスクールという指定自動車教習所ですね、そこの校長をしております。どうぞよろしくお願いいたします。当グループはですね、今年で60周年を迎えます。指定自動車教習業を中心としてですね、あと発達障害のある方などの就労移行支援の福祉事業所も運営しております。本日はですね、一企業として業務を通じてどのような社会貢献、地域貢献ができるかということで考えて、その中でうちがちょっと取り組みをしていることを、関係でですね、ちょっとお話をさせて、ご紹介させていただきたいというふうに思っております。まず1点目なんですけれども、発達障害者の方の支援ということです。これは自動車学校で行っておりまして、発達障害のある方ですね、この方々の社会進出の一つの手段といたしまして、運転免許の取得のサポートを行っております。そういった形で、教習プログラムを作りましてですね、行っているということです。でこれは学校の方にですね、生徒さん方をサポートするコーディネーターを配置をいたしまして、で一人一人の特性に合わせて、学科や技能の取得に向けて個別的にサポートをするというものでございまして、発達障害のある方でもですね、安心して、免許取得ができるというプログラムになっております。当社ではですね、2018年から導入をしておりまして、今年で5年目を迎えるんですけれども、このプログラムをですね、導入している自動車学校というのは全国で24校しかございません。九州では当校のみというような状況でですね、県外からの問い合わせもあるんですけれども、今はですね、熊本市内のそういった子たちを中心として、サポートをしておりまして、これまで約70名の方が卒業されて、実際に運転免許を取得されています。卒業生の中にはですね、この運転免許をきっかけとして、就職のきっかけとされてですね、市の職員になられた方とかもおられるということであります。次2点目なんですけれども、先ほどちょっとありましたように外国人の支援ということで、これも免許取得に関するものなんですけれども、当校では外国人の言葉の壁をですね、取り除くということで、熊本県内、熊本市内でいわゆる暮らしておられる外国人の運転免許の取得に関して、取りやすいようにですね、当校で外国人を雇用します。そして多言語での教習を対応しているというようなことでございます。これも2018年からやっておりましてですね、外国人の採用を始めました。で現在ですね、香港、ベトナム、ミャンマー、ネパール等の出身の方が6名在籍しておりまして、英語をはじめ含めてですね、7カ国語の多言語で対応しているというような状況です。でこの外国人の職員の方々についてはですね、将来的にはやはりその方が教習ができるインストラクターを目指させているということなんですが、昨年一人ですね、香港出身の男性の職員がこの国家資格を取得しまして、現在外国人向けてのですね、教習を行っております。その他にも5名、今研修中であるんですけれども、日本人の指導員と教習生、外国人の教習生の通訳を行ったりですね、あとテキストなんかをその後に外国人の方に向けて翻訳をしたりとか、あと中には SNS を使ってですね、同じコミュニティで営業をしたりとか、そういったことをしております。でこれ当初ですね、外国人の教習生、数年前は10名ほど、年間で10名ほどだったんですけど、昨年は142人で、今年は10月の段階で176人ということで、これまでが500人ほど数えております。で先ほどTSMC が熊本に進出ということで、駐在員の方が300人、帯同家族が700人ぐらい来られるということで、うちでもですね、そういった方が熊本で初めて免許を取られる場合とか、家族の方が、交通安全コアを受けたいとかいう、そういうの場合に応じてですね、対応できるように今取り組みをしているところであります。最後になりますけれども、当グループにおきましては、精神発達障害のある方に自分について学ぶ学校ということで、生活訓練とか就労支援の事業所も行っております。 KDS ネクストカレッジということでやっております。
で、同じグループで連携が可能でありますので、先ほど免許を取りたいと、なかなかやっぱ就職にするにあたっては免許が必要だという子どもたちが多いです。で、そういった方に希望される場合はですね、事業所内でそういった学科とか技能とか、学科のですね、勉強させたりとかしておりますし、免許を取った当事者はですね、事業所内でステップアップをさせるとかいうこともやっております。またうちの自動車学校でですね、就労体験というのも始めました。そういった彼女の卒業生がうちの方で修了をする、で学ぶ機会を与えて、それに自信をつけてもらう、そしてそれが次のステップにつながるというようなことも行っております。当社の、経営理念というのはですね、世のため人のための社会貢献ということになっておりまして、地域にとってはなくてはならない存在、リーディングカンパニーとして社会に貢献する企業というのをですね、目指して、おりますので、これからも地域貢献、社会貢献のために頑張っていきたいと考えております。以上でございます。ありがとうございました。